はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、今回のこの動画もですね、真っ黒に着替えております。えー、というのもですね、まあ、なぜ黒いシャツを着てるかというとですね、今回は佳子さまの話題なんですけども、いやー、実はね、佳子さまのね、お気持ちなんですけども、ちょっと腹黒いんじゃないんですかいや、ここまで言うとちょっとね、かなり失礼な表現ですけども、まあ、そんなことを私は勝手に考えているということで、えー、このね、黒いシャツを着させてもらいました。 どういった点が腹黒いなのかといった観点で今回の動画を、ね、お話ししていきたいなと思います。話の中身としては今現在の、ね、国会で審議されていたあの例の皇位、ね、継承問題に関すること、特に皇族、ね、数の確保といった女性皇族の方がご結婚された後も皇籍を維持するといった案に関して、ね、どうも今国会中23日が会期末ですけどもそれまでに間に合わないと。 ね、取りまとめができないというようなことで具体的に報道もありましたよね。で、それをもってですね、実は佳子さまと人はしめしめじゃありませんけど、そういったようなお気持ちなのではないでしょうか。佳子さまどうですかといったような動画です。はい、最後までご覧ください。 はい。ということで、まずね、最初にご覧になっていただいているのは、これはね、昨日、おとといですね。おとといの夕方に、えー、というかもう夜にかかっておりましたけども、えー、共同通信が具体的なニュースをね、速報版的に上げておりました。えー、ここにある通り、後続の、えー、加工策ということで、今国会の集約、ね、意見の取りまとめを断念すると。要はね、えー、与党の自民党、そして立憲民主党のね、各党派、各 えー、会派においてですね意見がまとまらないといったようなことで、えー、この23日の国会の会期末までにはまと,めるまとめることができないといったようなことで具体的に報道が出ておりました、まあこれによってですね、えー、特にこの女性皇族の方が結婚後も功績を維持する保持するといったような案に関してはまだまだね時間がちょっとかかりそうだなというようなことになってきましたよね。 ただ、やっぱり私も前から言わさせてもらってる通り、このね、行為継承に関する安定的な行為継承といった題目で議論を進めているにもかかわらず、女性天皇女、女系天皇の話が一切出てきてない。これに関してはもうね、言い続けるしかないなっていうような感じですけどもね。そういった中で、やはりね、この共同ニュースの中でも気になる部分としては、一番下にね、ちょこっと書いてありますけども、 終わらない場合は閉会中にも継続を検討するということで、国会審議は別にしてもですね、国会がその閉会を迎えたとしても、それ以外でもですね、この各党派もしくは各、ね、会派等にですね、具体的なヒアリングするだとか、こういったような議論に関しては引き続き行われる、すなわちですね、 国民が知らないところで勝手に議論がされて、えー、そのね、政策の案がですね、作られる、取りまとめが行われる、みたいな話になる可能性もなきにしまわらず、こんなことはとんでもない話ですよね。皆さんご存知の通り、やはりね、あのー、共同通信が以前ですね、えー、取りまとめというか、世論調査を行っていた通り、今現在、 約9割ですよ。90%が女性天皇。すなわちね、愛子さまの女性天皇論ですよね。それを容認するといったようなことをね、え言ってるわけですよ。にもかかわらず、民意に反して、そういったようなね、えー、全く国民が知らないところで議論がまとめられたらとんでもないっていう話で、そんなことするんじゃねえよみたいなことは言い続けるしかないっていうことだと思いますね。はい、まずはこういったような話で、 今国会、えー、ね、期末までには意見のね、集約ができないといったことが正式に発表されております。というかね、正式に報道されている。といった中で、はい、次のページ。はい、そういった中でですね、えー、この表題、私がはっきり言って勝手に書いております。過去様は実はしめしめと思ってるだろう。みたいなね、私が勝手に考えてるだけですのでね、そこら辺をお含みおきいただければ、というふうに思いますけども、まあ、過去様と言うとですね、 お相手候補というかね、過去においても富士急の御蔵師さんだとかね、去年ぐらいは歯医者さんだとかね、最近に至っては霞海館に一緒にですね、上皇ご夫妻、そして英寧をご夫妻に連れられて過去様がね、行きましたけどね、霞海館ね。そこで何を話されたのか、どなたに紹介されたのかよくわかりませんけども、その中で今現在も噂になっているのが、島津家のね、 ご子息の方、今現在、その銀行員の方らしいですけどね、銀行のその構内においても非常に人受けがいいような、まあ、あの性格的にもね、およろしいような方のようですけども、そういった方がぴったしだ、みたいなね、報道も上がってるけどさ、かたや島津家に関しては、ご親戚の方がね、とんでもありませんと、それこそですね、佳子さまと縁籍、ね、親戚になるということは、回り回ってですね、あの経験、 えー、母子とですね、実際に親戚関係になるなんてとんでもねえみたいな話で、えー、そういったような縁談というかね、噂に関しても大反対してるといったような、えー、記事も上がってきたりしております。何が本当かさっぱりわかりませんみたいな感じなんですけど、いずれにしても霞海館に行っていたことは事実だから、やっぱりね、えー、お見合いじゃありませんが、紹介されているんじゃないんでしょうかというふうに思いますけどね。はい、そういったような中で、先ほども言ったように、 この女性皇族の方が結婚された後も功績を維持する。これに関しては中腹になっちゃったわけです。それをもって一番しめしめと思っているのは佳子さま。なぜならば、佳子さまは以前からとにかくお姉ちゃんのごとく、早く功績を離れたいのよ。それには結婚しかないのよ。ね、今年30になられますよね。12月にはね。といったことを考えると、お姉ちゃんも30までに結婚したいって言ってたわよね。私もよ、みたいなね。 ことに当然なるでしょう。ということで、それこそね、えー、本日明日ぐらいでもいきなり結婚会見、結婚婚約会見みたいなことがあってもおかしくない。過去様なわけです。で、かたやね、そういった中でまあいろんなね、はちゃめちゃの報道も出ておりますけども、ある報道に関してはさ、もう先日のギリシャのね、海外訪問に関しても、最後のご褒美旅行ですよ、みたいなね、最後の海外訪問ですよ、っていうふうに言っているところもあれば、かたやですね、 これから数年間の間、ね、国内を中心にね、公務に邁進されるであろう、佳子さま、みたいなことをね、出している記事もあるわけだよね。もう何回言ってることがね、各世によって違う、みたいなね。果たして本当は何なのか、佳子さまのみぞ知るみたいな話になっちゃってるわけですよね。はい、えー、そういったようなことで、正反対な報道もいろいろ出ておりますけども、事実としては、霞会館にお越しになっていた佳子さま。で、いろんな噂が今現在立っている。で、 あとは、えー、この女性皇族のその案に関してもですね、皇族数の確保ということなんでしょうけども、方やね、もし一般男性とご結婚された後、それこそね、女性宮家の創設みたいな話になってね、じゃあその一般男性の方が配偶者となってですね、その人は皇族になるんですかお子さんも皇族になるんですか もしくは、じゃあもし功績をね、皇族をね、なることにならないのであれば、じゃあ宮廷に一緒に住むんですかお財布は分けるんですかめちゃくちゃな話になってくるということで、そういったような細かい論議がまだ全然ね、進んでないわけですよね。故に、この議論に関してもかなりの時間がかかるのではないかと今現在言われております。で、今言ったように、そのかなりの時間が かかることによって一番しめしめよかったと思っているのは実は佳子様でしょうっていう話ですよね。まああのー、ね、佳子さまご自身としてはこのね、皇、え、位、ー、継承に関わる問題もしくは皇の皇族数の確保に関わる問題をね、もうご自身のね、当事者意識が全然ないと。もうどうせね、議論に関しても時間がかかる。そのうち私は婚約発表するわみたいな感じでね、全く当事者の意識をお持ちになっていない。 ようですよみたいなこともね、えー、具体的に記事に上がっておりますし、えー、それこそですね、やっぱり、えー、法が改正される前に、とにかく皇室を私は出るのよなので、今回の延期されてる件に関しては、しめしめと言ったような佳子様でしょう、といったようなことですね。今回の動画は私、勝手に、勝手なことをね、つらつらお話ししてますけどね、また皆さん、私の意見ばっかし言ってますけど、また皆さんはね、どのように思われますですかっていう話ですね。 一旦変えます。はい、といったことで、今回の話題に関してはね、皇位継承に関わる問題、皇、え、族、ー、数の確保に関する問題、実は佳子様、ま、しめしめといったような話をさせてもらいました。本当に毎日ね、えー、この、えー、皇室に関する、ね、話がきつきませんけども、本日もね、またいろんな動画まだ上げたいなと思って頭の中ありますのでね、えー、次の動画も引き続きね、ご覧になってくださいね。今回はありがとうございました。それでは、バイバイ。